はい、ともきです。では、ピーチを使って練習をしていきたいと思います。まあ、コツコツ練習をしてきてね、だんだんと、まあ、VIP 入りも近づいてきたのでね、まあ、この調子で、まあ、オンライン対戦やっていけたらなと。まあ、結構ハマった時に勝ちやすいっていうところはあるんですけど、じゃあ、その、安定して勝つにはどうするのかっていうところが、まだ分かってない部分ではあったりするので、なんかそこら辺もね、ちょっと探っていきたいなとは思うんですけどね。結局その相手も上手くなってくると、まあ、こっちの攻撃はかわされて、逆になんか反撃されるみたいなパターンが、多くてあっさり負けるってことも多いので、まあ、特にその相手が引いてる時ですね、引いて差し返しを狙ってる時にどうすれば安定して、まあ、相手を倒せるのかってところ、まあ、そこをねちょっと、まあ、探っていけたらなと思います。
you
ミス。はい、ということで、あんまり世界戦闘力が下がんなくなりつつあるんですけど、まあ一つはその自分のミスが減ったっていうのと、まああとは結構その攻めすぎないようには考えていて、で相手がその引き気味に立ち回ってる時っていうのは差し返される可能性ってすごい高いんですよね。攻めてこないなっていう場合はもう、まあ、ステップしながら株抜いて、あとそれでもう遠距離から牽制ですね、ひたすら。まあ相手がその飛び道具持ってても、持ってなくても、やっぱりその、引き気味に立ち回られてる時には、まあ株で牽制するっていうのは結構、まあありっちゃありですね。まあピーチ側がその撃墜拒否とかをしっかりした場合って、やっぱりピーチの方が圧倒的に強いことが多いので、まあダメージレース的にも、あとはその対策してくる相手に対してしっかり対策の対策をできるかどうかにかかってくるんで、まあそこは、まあ戦い慣れてるキャラじゃないとなかなか難しいところですね。まあまだまだね、戦い慣れてないキャラに対してはまああっさり負けることも多いんですけど、まあそこはね、まあ、もっと対戦して、まあ練習していけたらなってところですね。はい、ということで今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter リンクも貼っていますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。